米国カリフォルニア州産のゼの緑豊かな郊外住宅地田園都市には豊かな自然環境に恵まれた都市という一般的な意味と1898年にイギリスのエベネザー・ハワードが提唱した新しい都市形態という二つの意味がある。後者のハワードの提案はその後の都市計画、特に住宅地計画に対して大きな影響を与えることとなり、 第二次世界大戦後のイギリスのニュータウン政策のみならず、日本をはじめとする世界各地における郊外型の都市開発などにも大きな影響を与えた。産業革命が進行したイギリスでは雇用の場である都市に人口が集中し、人々は自然から隔離され、遠距離通勤や高い家賃、失業、環境悪化に苦しんでいた。これを憂いたハワードは、 都市と農村の結婚により、都市の社会、経済的利点と農村の優れた生活環境を結合した第三の生活を生み出すことによる解決を目指し、1898年にアスヒクシンの改革に至る平和な道を出版したと、解題。ハワードの提案は、人口3万人程度の限定された規模の自然と共生し、自立した。 食樹近接型の緑豊かな都市を都市周辺に建設しようとする構想である。そこでは住宅には庭があり、近くに公園や森もあり、周囲は農地に取り囲まれている。不動産は賃貸し、不動産賃貸量で建設資金を償還するので、都市発展による地価上昇利益が土地所有者によって私有化されず、町全体のために役立てられる。 この理論は一定の支持者を獲得することができ、1899年にはハワードを中心に田園都市協会が設立された。この協会は1903年にはロンドン北港のレッチワースにて初の田園都市建設に着工した。この事例では田園都市を運営する土地会社が住民たちに土地の賃貸を行い、土地会社の資金を元手に住民たち自身が 公共施設の整備などを進めた。第一次世界大戦後の1920年には二つ目の田園都市となるウェリンガーデンシティに着工している。ハワードによる田園都市の提案とその実現であるレッチワーストウェリンガーデンシティは世界各地の建築家や都市計画家に影響を与えた。例えばドイツでは田園都市構想の影響によってバイマル共和国時代に ドイツ各地で建築家、ヘルマン・ムテジウスやブルーノ・タウトラによる住宅開発計画が進められている。アメリカで1909年からニューヨーク郊外に計画されて開発された郊外住宅地フォレスト、ヒルズ・ガーデンズもこの電園都市運動の影響下に建設されたものである。建設した財団研究員のクラレンス・ペリーはここに居住して近隣住ク論を発表している。 さらに、この近隣住区論を実践しようと開発されたニュージャージー州のラドバーンでは、車と人を分離する道路システムが生み出された。この近隣住区とラドバーン計画の考え方は、世界各地の都市建設で活用されている。ハワードは1928年に没するが、レッジワースなどの成功は、イギリス政府を刺激し、大ロンドン計画をもとに、 第二次世界大戦後の1946年にニュータウン法が制定され、政府の手で30以上のニュータウンコミュニティが建設された。21世紀の今日でもニュータウン建設や郊外住宅建設にあたっては、ハワードの理論が引用されることが多いが、実際にイギリス以外に建設された郊外都市の多くには職場がほとんどなく、田園都市の美名のもと、 いわゆるベッドタウンであり理論通り食樹近接の自立した都市や住民によるコミュニティが実現する例は多くない。アメリカ合衆国の都市著述家であるジェイン・ジェイコブズはハワードの田園都市論を批判している。ハワードの街の思想は動線等について非常に合理的な考え方が見られること、街並みを美しくするため規則正しく設計する手法。 これらを規則にのっとって生活を強いているとして、街はもっと様々なことがミックスされることが必要であると唱えている。1907年に内務省地方局有志により田園都市が刊行され、ハワードの理念が紹介されたが、この著作では日本の郊外に残る農村風景を加味した都市の形成を視野に入れており、ハワードの理論とは多少異なること、そのため、 本来英国にはない田んぼのその田園をガーデンシティの略語として当てていることがしばしば指摘されている。また、ハワードの田園都市において不動産は賃貸を主としているが、日本における田園都市を関する宅地開発は宅地分譲を主としているほか、自給自足を施行しているハワードの田園都市に対して、日本のものはニュータウンと同様、口実のように ベッドタウンとして開発されることが多いなど、差異が見られる。関西では、小林十三が経営する美濃アリマ電気機道が1910年に、池田駅近郊の室町、1911年に、桜井駅の開発を行ったことがその講師である。その後、1920年代には、ハワードに影響を受けた大屋霊場の花園都市構想による、甲子園や藤井寺の開発、 そして1920年大阪住宅、経営株式会社によるイギリスの田園都市、レッチワースをモデル都市計画された千里山住宅地と、1930年代の関西土地株式会社による噴水やロータリーを設けた第2の田園都市、初芝などの開発が行われた。名古屋県では、1910年設立の愛知電気鉄道が、35年明機鉄道と合併。 名古屋鉄道を設立し、鳴海球場を中心にした、経営値、鳴海荘を分譲。鳴海球場は3万人収容の鉄山で覆われた、スタンドを持つ、大球場で、分譲の際、他の区画整理組合の経営地のように、その包含する多くの地主に平等的利益を与える、ために、全区域をまんべんなく、妥協的に整理したものとは趣をことにし、道路網の妙味。 風光との調和、田園都市的色彩等他に比するべくもない統制日を持つことが宣伝された。東京では、渋沢栄一らが1918年に、田園都市株式会社を設立し、理想的な住宅地、田園都市として1922年に、専属田園都市を開発、分譲した。またその地の足の便の確保のために、鉄道市会社も設立した。 土地柄としては、文明の利便と田園の風地、天然と文明、田園と都市の長所を結合せることは謳われているが、ロケーションについては、あくまで大都市付属の住宅地、1時間以内に都会の中心地に到達しえべき、交通機関を有することと、はじめからなっており、田園都市内に必ずしも、勤務先も放含するものではない。あえて、自給自足都市を志向しておらず、 ハワードの思想を独自に発展させ、現実化した様が伺える。その開発手法は後に東急による多摩電源都市開発に応用されることになる。ありがとうございます。